グラデーションが綺麗なコスモスの作り方を簡単にご紹介します。ピンク色の色上質紙を半分に折って、それをさらに屏風折りにしておきます。これを真ん中で切って、その一つ分をさらに4つに屏風折りにします。これを3等分にして、輪になっている方を細めに、開いている方を広めに、花びらの形を描きます。両端をホッチキスで留めて線に沿って切り離します。真ん中の花びらから切ると最後までバラバラになりません。花びらの先になる方をギザギザバサミで切ったら、折り筋をつけます。真ん中、両端、色はクレヨンでつけます。牛乳パックの端に強く描いておいたら、ラップをした指につけて花びらの先をこすっていきます。これでグラデーションを出します。2枚を十字に貼って、それをさらに交差させて1枚の花にします。真ん中に黄色いクレヨンで丸を描いたら、花びらと花びらの間から見えるように細い葉っぱを貼りましょう。紙やクレヨンの色を変えて、お好みのコスモスを作ってみましょう。